イズ・ MP モデルとは、マクロ経済における実質金利と算出量の短期変動を分析する基本ツールである。財市場の均衡を表すイズ曲線と金融政策ルールを表す MP 曲線から構成される。イズ・ MP モデルは、伝統的なイズ・ LM モデルを修正したものであり、貨幣市場の均衡を表す LM 曲線をイズ・ LM モデルから取り去って、その代わりに MP 曲線を用いる。IZ MP モデルにインフレの分析を加えたものを IZ MP IA モデルという。これを提唱者の名にちなんでテーラー・ローマーモデルとも言う。これは経済学研究の最先端から大学の学部教育まで統一して利用できるモデルを構築するという観点から提唱されている。本項目では、 イズ MP IA モデルについても説明する。イズ m p ズイズ曲線は財市場の均衡を表す右下がりの曲線であり、MP 曲線は金融政策ルールを表す右上がりの曲線である。両曲線の交点で実質金利と算出量が決まる。イズ MP モデルは縦軸に実質金利を取り横軸に算出量を取った図に、 描かれる二つの曲線から構成される。第一の曲線は、伊豆曲線である。伊豆曲線は、財市場における、実質金利と算出量の関係を表す。実質金利が上がると計画投資が減り財需要が減って、算出量が減る。逆に、実質金利が下がると計画投資が増え財需要が増えて、算出量が増える。このように、 実質金利と算出量の間には負の関係がある。この負の関係が伊豆曲線である。図では右下がりの曲線で表される。伊豆曲線だけでは実質金利や算出量は決まらない。経済は伊豆曲線上のどこかにあるがどこにあるかはわからない。経済が伊豆曲線上のどこかに決まるためには第二の曲線が必要である。その第二の曲線が MP 曲線である。MP 曲線は中央銀行が行う金融政策から導かれる。中央銀行は算出量の落ち込みを避けたいと考えている。したがって算出量が減ると中央銀行は実質金利を下げて財需要を刺激し算出量を増やそうとする。一方で算出量が増えすぎて自然水準を超えるとインフレが加速する。 中央銀行はインフレを嫌うので実質金利を上げ算出量を抑えようとする。まとめると中央銀行は算出量が増えると実質金利を上げ算出量が減ると実質金利を下げる。すなわち算出量と実質金利の間に性の関係が生じる。この性の関係が MP 曲線である。図では右上がりの曲線で表される。 イズ曲線と MP 曲線の交点で実質金利と算出量が決まる。経済の様々な変化をイズ、MP モデルで分析した例は次の通りである。政府が支出が増大させるとイズ曲線が右にシフトし、交点が右上に動く。ここまでは国際貿易のない閉鎖経済を考えた。しかし、現実の経済は国際貿易のある開放経済である。イズ、 MP モデルは開放経済に容易に拡張することができる。開放経済においても伊豆曲線と MP 曲線の交点で実質金利と算出量が決まる。伊豆曲線や MP 曲線の形状は変動相場性か固定相場性かによって異なってくる。変動相場性の解放経済では閉鎖経済の時よりも伊豆曲線の傾きが緩やかになる。その由は 実質金利が低下すると、時刻通貨が安くなり、純輸出が増え、産出量がさらに増えるためである。変動相場性における経済の様々な変化を、いず、MP モデルで分析した例は次の通りである。固定相場性では、外貨準備の有無が MP 曲線の形状に影響する。中央銀行が実質金利を下げると資本が外国に流出し、 時刻通貨が減価する圧力が加わるが、固定相場を維持するためには、為替介入によって、外貨準備を打って、時刻通貨を買う必要がある。実質金利を下げすぎて、外貨準備が足りなくなると固定相場を維持できなくなる。外貨準備が足りなくなる点で、実質金利に加減が生じる。その加減のところで、MP 曲線が平坦になる。このように、実質金利に加減が生じるが、 上限は生じない。そのわけは、自国通貨はいくらでも発行できるため、自国通貨を売って外貨を買う為替介入には、政権がなく、中央銀行が実質金利をどれだけ上げても為替介入で固定相場を維持できるからである。固定相場性における経済の様々な変化を、イズ・ MP モデルで分析した例は次の通りである。ここまで、イズ・ MP モデルによって、 ある時点における産出量、金利、為替レート、純輸出に関する短期変動を分析した。このいズ、MP モデルは産出量が財の総需要によって決定されるという考え方に基づいている。ここで分析を拡張してインフレの動向モデルに組み込む。インフレの動向は企業が財やサービスの需要にどのように反応するかによる。したがってインフレは 総供給の問題である。インフレの動向について次のように仮定する。ここで自然産出量というのは価格が完全に伸縮的に動く場合の産出量である。しかし短期的には価格が完全に伸縮的に動かないので産出量が自然産出量に等しいとは限らない。中央銀行の金融政策ルールに関する仮定を拡張して 次のように仮定する。以上の仮定に基づき ADIA 図を使ってインフレの動向を説明する。ADIA 図は縦軸にインフレ率を取り横軸に算出量を取る。まずは総供給を考える。ある時点におけるインフレ率が与えられている。これは横線で示される。この応線はある時点のインフレ率がその時の算出量に依存しないことを示している。 むしろ産出量は時間の経過とともにインフレに影響を与える。つまり産出量が自然産出量より多いか少ないかに応じて応戦が上下にシフトする。この応戦はインフレ率が時間の経過で同様のように変化するかを決定するため、これを IA 線と呼ぶ。次に総需要を考える。インフレ率が高いほど中央銀行は実質金利を引き上げる。 つまり、インフレ率の上昇は MP 曲線を上にシフトさせる。経済は、イズ曲線に沿って左上に移動し、算出量は減る。したがって、総需要の面から言うと、インフレと算出量の間には負の関係がある。これを AD 曲線と呼ぶ。ADIA 図。この図の例では、AD 曲線と IA 線の交点が縦線より右にあり、 酸質量が自然酸質量を上回っている。すると、IA 線が上にシフトしていき、交点は左上に移動する。インフレ率が上がり酸質量が減る。総供給と総需要を組み合わせて、インフレ率と酸質量の変化の仕方を記述しよう。まず ADIA 図に自然酸質量を示す縦線を追加する。酸質量は、 a d 曲線と IA 曲線の交点によって決定される。従って、この交点が自然産出量の縦線より右か左かを調べれば、産出量が自然産出量よりも多いか少ないかわかる。例えば、交点が縦線より右にある場合は、産出量が自然産出量を上回っている。このことは、IA 線が上にシフトすることを意味する。 IA 線が上にシフトするにつれて、交点は AD 曲線に沿って左上に移動する。したがってインフレ率が上がり算出量が減る。その背後では中央銀行がインフレ率の上昇に反応して実質金利を引き上げている。伊ズ・ MP モデルの提唱者であるデビッド・ローマーによると、伊ズ・ MP モデルは伊ズ・ LM モデルに比べて次のような長所を持つ。 現実的である。イズ・ LM モデルは中央銀行がマネースサプライをターゲットにすると仮定する。これに対してイズ・ MP モデルは中央銀行が金利ルールに従うと仮定する。イズ・ MP モデルの方が現実的である。一貫性がある。イズ・ LM モデルは実質金利と名目金利が混在しており一貫性がない。これに対してイズ・ MP モデルは金利概念が実質金利に統一されており一貫性がある。簡単である。LM 曲線を導くにはマネー市場を分析しなくてはならないので難しい。これに対して MP 曲線はマネー市場の分析を省略できるので簡単である。グレゴリー・マンキューはイズ・ Is、MP モデルを批判して次のように述べている。イズ・ Is、MP モデルには 奇妙な特徴がある。伊ズ・ LM モデルがマネースサプライ、金利、経済活動の重要な関係に焦点を当てているのに対し、伊ズ・ MP モデルはその一部を背後に追いやっている。また、例えば、伊ズ・ MP モデルで政府が支出を増やすと、インフレ率が向上的に上昇するが、実際はそうなるとは思えない。なぜなら、自然利子率が変わった場合、 金融政策反応関数が変わるからである。ありがとうございます。